阿蘇サステナブルツーリズム協議会の設立総会が、令和2年10月27日、阿蘇市内の巻の阿蘇市農村環境改善センターで開かれ、今年の12月、阿蘇市で国際会議、阿蘇シンポジウムを開催することなどを決めました。設立総会には、阿蘇市や観光関係者らが出席して開かれ、 改速や事業計画案などを審議、会長に阿蘇市観光協会会長の菊池修一氏を選任しました。阿蘇サステナブルツーリズム協議会は、観光庁の誘客多角化と実証事業の支援を受けて発足したものです。協議会では、持続可能な観光を目指すため、今年の12月、 コロナ収束後のツーリズムのあり方などを考える国際会議、阿蘇シンポジウムを開催することを決めました。国際シンポジウムは、阿蘇市の阿蘇体育館で開催。アフターコロナにおける新しいツーリズムの形を考えるをテーマに、地元住民などで考えるワークショップや、阿蘇大自然星空体験などがあり、九州地区の観光業者や地域の住民、 ツーリズムを専攻している学生など、400人の参加を見込んでいるということです。